オフィでプリテンダー。できたり悩む社会のリクエスト。あ、そうだったの？嬉しい。癒されてる？いっぱい癒すからね。カラオケなんか気持ち悪いんだ、このカラオケ。あ、りょうたさん実験ガチパンナイス。ガチパンクマン。ありがとう。ナイス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 。喋り疲れちゃったよ。三、四。君とのラブストーリー、それは予想通り。いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは時世が続きはしないことを知った。おい、もっと違う設定ね、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいの。そう願っても無駄だから。 Goodbye 君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、いやいや、でも甘いな、いやいや、グッバイ。それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗な。これベース弾けるんだよね。誰かが偉そうに語る恋愛の論理、何一つとしてピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいな。頑張ろう。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。至って純な心で叶った恋を抱きしめて、好きだとか無責任に言えたらいいよ。そう願っても無駄しのさ。 Goodbye、繋いだ手の向こうにエンドライン、引き伸ばすたびにうずき出す未来には君はいない。その事実に暗い、やいやいやいや、そりゃ苦しいよな。飛び降りて、ね、左目から涙、あ、汁出てる、汁拭いて。ギターだけじゃなくてメスもできる万能感。まあね、一応ね、2台で贅沢に聴いてます。贅沢に聴いてください、これは。3、4の。Goodbye、君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない。でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、や、いや、でも甘いな。いやいや、グッバイ。それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。悪くないよな。ちゃんとても綺麗だ。
疲れた。久しぶりに歌ったわ、プリテンダー。いらっしゃいませー。バッタ入ったときずっと彼女の歌が聞きたい。本当にそんなこと言ってくれるの嬉しいじゃん。あ、パチパチありがとう。まあ最後ぐらいかな。まあ2曲か最後かみたいなとこですね。曲の長さによるかなって感じで。はい。どうしましょう。なんかありますか。無理なく、あ、全然だよ。軽くしてんの？全然いいですよ。13、19価値ファンからのミックバックラッカーライス。ポン！ありがとうございます。カラオケで彼氏が最後に歌う曲。むず。最後何歌ってんだろう。わかんない。最後何歌ってんだろう。私もう記憶ないんだよね。そういう鶏って言ったじゃん。だから、私って鶏だって言ったよね。ああ、そうそうそう。消えちゃうのよ。得意曲。うわぁ、こりゃ得意曲とね、言いましたら、むずいですよ、これは。深夜高速とか皆さん知ってます？知ってる方いますかね？フラワーカンパニーズさん。あと、グリムスパンキーとか、かなぁ。